まずは名古屋市内のお店で調べてみます。 ありましたね、大判焼きの3文字ね、焼いてますよ、ね、たっぷりあんこが乗って、ね、生地がふっくらしてきてますね。あの最近どうですか、売れてますか？すごく売れてます。おお。で、大判焼きのドラマがあって、それで、あのお客様が普段買わない方も買ってくださる感じですね。ドラマの影響もあって、お年寄りから若い方まで幅広い年齢層に人気になっているのだと言います。こちら、あの大判焼きというふうに書かれてはいますが、うん、この大判焼き、いろんな他にも呼び方があるというのはご存知でしたか？知ってます。あの名古屋は多分大判焼きなんですよね。だから名古屋の方が多いから、まあ、基本大判焼きが多いんですけど、回転焼きとかいろいろ言われるので、あのその度にえっと思うこともあるけどだから多分出身地によって呼び名が違うんじゃないかな、うん。名古屋は大判焼きという人が多いようですが、出身地によって呼び名が違うのではとのことで、そこで栄の町で大判焼きを見てもらいました。これって何て呼びますか？大判焼きです。このお菓子、これ何て呼ぶかを聞いて回ってるんですけど、何て呼ぶか？大判焼き。あ、大判焼き、え、合ってますか？名古屋は大判焼きっていう人が多いっていう。じゃあやっぱ名古屋人ですね。やはり名古屋では大判焼きと答える人ばかり。ところが、これって何て呼びますか？なんだっけ、大判焼き。でも東海道と思います。東海道。東海道。え、東海道ってこれ？うちの近所に東海道って言って名前で売ってます、ね、うん、商品名。面白いですね、東海道。大判焼きではなく、馴染みの商品名で呼ぶ方もいました。ならば他の地域の方はどう呼んでいるのか、名古屋城で観光客に聞いてみましょう。これの呼び方を聞いてるんですけど、教えていただけますか？今川焼き。あ、やっぱり。見事に揃いました、今川焼き。大判焼きとかって言ったら、ああ、聞いたことあるけど言わない。なんて呼びますか、それ？今川焼きです。やっぱり。千葉はもう今川焼き。多分。今川焼き。はい、大判焼きという人もいましたが、先ほども二月さんおっしゃってた関東の主流は今川焼きのようです。正統派なんですね。では関西圏ではどうなのでしょうか、うん、これなんて呼びますか？回転焼き。出ました、回転焼き。大阪はもうみんな回転焼きが多い感じですか？回転焼きだと思ってましたけど、関西は回転焼きという人が多いよと思いきや、松井さん、兵庫の出身のですね、男性にも見てもらいました。はい、うん、僕ですか？はい、なんて言うんですか？ゴザソーローです。あ、一緒だ。ゴザソーロー。ゴザソーロー。ゴザソーロー。彼女も驚く、ゴザソーロー。お店の名前がゴザソーロー。みんなゴザソーローだと思います。ゴザソーローとは兵庫に本社のある和菓子店で、関西ではこのゴザソーローという呼び名の方が主流ではないかとの指摘が、うん、そしてその言葉通り、なんて呼びますか？ゴザソーロー。このお菓子ってなんて？ゴザソーロー。ゴザソーロー。周りは結構ゴザソーロー派が多い、うん、そう、ゴザソーロー買ってきたでっていうような、うん、確かにゴザソーローが浸透していました。ちなみにこちら大阪から来たご家族は、太鼓焼き。太鼓焼き。回転焼き。大判焼き。大判焼き。全然違う。世代の違い。最新はゴザソーロー。
ここまでの調査で名古屋は大判焼き、関東は今川焼き、関西は御座候を回転焼きと呼ぶ人が多いことが分かりました。他にも呼び方があるのでしょうか。方言学の専門家でこのお菓子の名称についても詳しい奈良大学の岸江教授に伺うと、例えば山形に行くと味満って言ったり、富山に行くと七越焼きとかですね。兵庫県の例なんですけど、あの人工衛星饅頭とかですね、全国にもたくさんありまして 100ぐらいあるんじゃないかなと思いますが、なんと100以上もの呼び名が。他にも北海道ではおやき、埼玉では甘太郎焼き、長野では自慢焼き、大阪は太鼓焼き、広島では二重焼き、熊本は宝楽まんじゅうなど、全国には我々の知らない名前がたくさんあるようなんです。すごいあるんですね。でもなぜこんなに呼び名が多いのでしょうか。屋号というんですか、その、まあ、会社名があのその名前に変わると、あの大判焼きやら回転焼きからそういう名前に変わるというケースが結構あるように思います。でそれがあのその呼び方でこう地元で愛される呼ばれているというのはそういう実情だと思います。もともとは今川焼きや大判焼きの名称が定番だったそうですが、見た目も中身も同じこのお菓子を他店と差別化するため、あえて屋号をそのまま商品名にするお店が現れ、それが各地域で定着していったのではないかとのことでした。さらにこの地方には進化系ともいえるユニークな大判焼きが。まずは愛知県西尾市に来ています。こちらなんですけど、おっとカテキンのお茶の成分ですよね。こちらに、はい、あの変わった大判焼きがあると聞いたんですけど、はいはい、どんなものなんでしょうか。お、こんなものです。あ、緑色ですね。え、緑色の大判焼き、これはお抹茶を入れた大判焼きなんです。はい、あ、それでカテキンとつながるわけですね。そうです。でカテキン焼きというふうにも名前をつけております。名前もカテキン焼きなんですか。はい、そうです。抹茶の産地西尾ならでは、抹茶生地で作る大判焼き、その名もカテキン焼きです。地元ではもちろん有名なんだそうで。毎週来てます。毎週ほぼ毎週です。じゃあ西尾の大判焼きといえば緑色。あいただいてみると、うん、抹茶の香りがすごい。かき氷の宇治金時を食べてるみたいな、より和風の大判焼きです。抹茶の香りが絶品ですね。大判焼きです。回転焼き。御座候です。なんて言ったの？御座候。は？御座候。さまざまな呼び名を持つこのお菓子。おやき、味満、二重焼きなど全国に100以上も呼び名があるという調査も。そんな中、三重県名張市に変わった名前の大判焼きがあると聞いて訪ねてみることに。こちらに変わった大判焼きがあるというふうに聞いてやってきたんですけれども、はいはい、こちらです。あ、こちらですね。はい、ああ、あの形がなんかたい焼きみたいな、はい、一見たい焼きのような見た目ですが、さつまいもの生地であの焼き上げているんですけれども。あ、生地がさつまいもなんですか。はい、そうなんですよ。ほう、これ名前は大判焼きになるんですか。いえ、違います。あのへこきまんじゅうですね。へこきまんじゅう。はい、そうなんです。はい、その名もへこきまんじゅう。さつまいもがたっぷり入った粘りのある生地にあんを乗せて焼き上げていまして、作り方は大判焼きそのもの。ちなみにこの形はオリジナルの忍者のキャラクターだそうです。あ、忍者なんですね。しかし気になるのはその名前の由来。
いろいろ試作をして、あの父が食べたらちょっとその時にあのプッとおならが本当に出まして、はい、それであこれはへこきまんじゅうやっていう感じで、あの家族みんなも大笑いで、はい、だいぶ大きなおへが出た感じそうですね、もう天からなんか神様が降りてたような感じでプッとなんかもうこれやと思いましたそこにひらめいたわけですねそうですそうです、はい。20年前にお父さんのおならで誕生し、今では名張の名物菓子に。出来たての金のへこきです。なんかちょっと口に出すのちょっと恥ずかしいホクホクの感じと、あんこプラス芋の生地の甘さ、さつまいもの甘さっていうのが効いててですね、さつまいも感がすごいです。へこきちょっとこう注文するときちょっと恥ずかしかったりはしないですか？なんか名前がね、なんかでも一回聞いたら忘れないですよね皆さんもうね、抵抗なくね、親しみを込めてへこきというふうに注文されてますね。